はい。ジャン君、パンちゃん。そろそろケージから出る準備をしておいてくださいね。まだ部屋は片付いてませんが、もうちょっと頑張ってます。それにしてもものすごく暑いです。一応エアコンはずっとこちらの部屋では回しっぱなしにしているんですけれども、他の部屋、エアコンのない部屋もありまして、地獄のようになっています。そしてポンちゃん、ポンちゃんはさっき病院の方に電話をしてですね、夕方ぐらいに行こうと思ってますという予約は特に必要ない、ないそうなんですけれどね、少し気温が下がったらあなたは病院に出かけますよ。足折れてないといいんだけどね。触った感じはどうだろう、この辺かな。でももし折れてたら触ったらすごく嫌がるよね。おかしいね。関節かな。いずれにしろそろそろいろんな準備を始めましょうね。お出かけしていいかな。じゃあ、まあ、はい、おいちゃん。はいはい、大丈夫だよ。はいはい、落ちる落ちる落ちる。パンちゃん落ちる落ちる。はい、手が痛いんだからね、気をつけてね。はい、はいはい。はい、大丈夫。はい。はいはい、ちゃん。はいはい。ちゃんくんは大丈夫だからね。はい。ポンちゃん、はいはい、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃん大丈夫だからね。はいはい、ジャン君。そうね、ジャン君は次にしよっか。二人で一つずつだと結構ヘビーかもしれないね。ジャン君もいわゆる、まあ、新天地ですんでね、いろんな飲み予防とかいろんなことをしなくちゃいけないなと思っています。あと年齢的にも8歳ですんでね、次回ジャン君の番ですよ。動物病院までは歩いて5、6分です。今到着しました。はい、ポンちゃん初の診察台です。すごく昔にね来たっきりだからね。ポンちゃん、はい、手を切ったって。はい、骨は折れてなさそうでよかったです。ちょっと毛がいっぱい取れて、そうだね、ごめんなさい。緊張するといっぱい毛が抜けるね。肉だね、パンちゃん。はい、お利口さん。痛くない痛くない。はいはい、はい、帰り着きました。パンちゃん、ちょっとやっぱ引きずってるね。明日の朝になってもまだおかしいようだったら
もう一回来てくださいということでした。痛み止めその他の注射なのかよくわからないけど、打ってもらいました。ジャン君、ジャン君は病院に行くのが怖かろうということで、飲み駆除用の薬をいただいてきました。いいね、行かなくて済む人は。そうだね。ほら、ワンちゃんみたいに。ワンちゃんは久しぶりに甘えて泣きました。怖かったみたいですよ。ポンちゃんもジャン君も明日、飲み駆除用の薬を飲んでいただきます。多分チュールに混ぜてだと思いますよ。飲んでくださいね。お願いしますね。あ、ポンちゃんもくつろぐ。ポンちゃんも早いね。ポンちゃん、はい、ご苦労様でした。病院にはね、お友達がいっぱいいたね。うん、ポンちゃんどうですか。はい、ちょっと高い声で鳴くようになったね。ポンちゃん、痛みはどうですか。ジャン君、ジャン君、今頑張って部屋を掃除してるからね、なかなか掃除が進まなくてごめんね。もうちょっとしたら外出られるようになるからね。